お寺へ寒さの明けましておめでとうございます。ハンガイです。今年初めてのみんなの楽しいモンゴル語講座になります。もう2015年になりましたね。さて今回お届けするのは優しいモンゴル語のなんと第7回目おとおになります。おこの文字は英語のアルファベットのおの文字と似ています。こんなおですね。そしておこの文字はおの真ん中に横線が入ります。おの文字はこちらになります。読み方はおおお。次に O の文字はこちらになります。発音は O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  から始まるモンゴル語では O とがあります。 O と D を合わせて O とになります。ちなみに D の文字は覚えてますか？そうですね、こちらになります。ではこうでしたね。おとでを合わせておと星になります。そしておから始まる言葉はおうるがあります。おうるとは冬ですが、文字はこちらになります。おとこの文字、そしてこの文字でおうると読みます。はい、ここで問題です。この文字は一体何と読むでしょうか？そうですね、ウェー。それではこの文字は、そうですね、イルになります。おとウェーおーイル合わせてオウル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 。さて今回はオとオを勉強しました。オが最初につくモンゴル語ではオと星、そしてオが最初につくモンゴル語ではオウルがありましたね。このすべての文字はこれまでのビデオで皆さんと一緒に学んできましたね。モンゴルの文字は英語には出てこない、そして発音も日本の皆さんには難しい場合もあります。でも少しでも構いませんので、私たちと一緒に力を合わせて楽しく学んでいきたいと思います。さて今回はここまでです。私ハンガイがお伝えしました。ではダラテクマスツタルパイスタ。あああおおお。I'm a kid that you can't keep me from you.